浜洋先生です。ということでね、私が23ぐらいの時にね、2ヶ月間入院し、重症で聖マリアの大学病院にね、入院したんですけど、まあ、ちょうどそのコンビ部屋でね、一番安い部屋、民衆の部屋ですね、で入院してて、で、運ばれていくんだけど、集中管理センターは1回受けてもすぐ戻されて、前の方に運ばれるんですね。お金ないんでね。コスプレじゃないでしょ。だから緊急患者でもそのコンビ屋だからで、特別でピンクか赤のね、ワッペンが貼ってある病棟なんです。だから2ヶ月間入院してて、何人か死んでるわけですね。そういう手術して、大手術してても助かんない人たちと一緒に私も重症だったんでいたんですね。私もやばかったんですけどね。で、富士通の社長が紹介してた、真空機関っていう会社、開発会社ですね。医療関係のね、スキャナーとか僕は開発してたんですけど、そこでね。で、専務さんなんかも入院中来てくれましてね、コンビ屋でね。すごくね、助かりましたけどね。入院中ね、専務が来てくれてね。ベンチャーの会社できつい中、私が入っててね、非常に邪魔になるんだからね、非常に頑張ってくれた人なんだけどね、今なくなっちゃいましたけどね、会社ね。音響という会社の中にいるかな、今、その社員何人か。わかりませんけども。そういうね、死んでいく、ね、中で、その同じ病棟でね、コンビ屋でね。で、だからその緊急病棟もあんまり入れないんですね。貧乏人のね、一番安い部屋だとね。一時行ってね、半日か一日入って、またすぐ出てくるんですよ。緊急病棟ね。で、すぐ出てきて、横で、その横の前ですね。で、寝る部屋も廊下の前になっちゃってるんですね。廊下で寝てましたね。ベッドで、そこで治療してる。緊急病棟。廊下ですよ。で、死んじゃいましたね。お金がないから、私はまあ一般的にね、保険料1割負担で助かったけど、一番安い部屋で、コンビ屋でね、やっぱりいましたから。一番安い部屋ですね。で、その死んでいく人、廊下に回されるんですね。廊下でもうピピピピピとか、もう心臓が止まるような音してしぐらいまで見るんですかね。大体死んできましたね。あんまりそんなような厳しいね、あれはね、なんだ、一人よく覚えてるのは、亡くなった人の、ね、目の前で廊下でね、安部屋で亡くなっていく。これも神奈川県ですよ。神奈川県、聖マリアの大学病院ですよ。周りはすごくいい人たちなんだけど、その人はもう全く意識ないですね、もうね。寝たきりで。それで、なんかもうアンモニアじゃないけど、まあ、頭がもう回っちゃってるらしいんですね。肝臓だと思うんですね。肝臓がやられてるみたいですね。それで、3、4日、1週間ぐらいいたかな。部屋にいないんですね。周りがみんな見えるところとか、コンビ部屋だから出されて、ね、すぐ看護婦さんができる廊下ですね。廊下の横にベッドがありましたね。だから、貧乏な人はそんなもんなんですよ。ね。で、頑張ったんだけども死んじゃったっていうことですね。他にも何人もいますね。で、いましてね。それ一番重症だったんじゃないかな。そんなことで、私23かの時に2ヶ月間入院したんですけども、まあ大変だったのは、やっぱり力関係で殺されるんでね、私の身分で。かなりね、検査を、検査でね、
体壊しました。でわざと医者が見ません。検査ばっかりしてね、ふざけてるようなことしてきます。それで入院して、まだねいたずらもするんですね。実験的なこともさせられました、入院中ね。過酷でしたね。だから体力がよっぽどないと死んじゃいますね。でしっかりした医者だったらもう全然問題なく、で看護婦もちゃんとやってれば全然痛くもないし痒くもない、ね、それで普通に退院できるような病気なんだけど、先生はそんなにいないんですね。できる先生 ね難しい手術だったんで、私の方はね、ということで半間岩先生が大学の先生を資格を取って卒業して就職したね、大きい会社は自分で創業してましたけども、大きい会社は面白くないということで、富士通の社長の三輪さんから紹介してもらって、それでベンチャーの飼育券という会社に最初入ったよということで、川口にあった埼玉県ねにありましたけども、今はないですけどね、ベンチャー会社ですね、の開発会社の私の経歴ですね、最初の会社の経歴ですね。そんなことです。ちょっとご飯食べました。どうもありがとうございます。ちょっと落ち着いた時にお話しさせていただきます。